1000人を超える観客が集まったファン感謝祭。選手たちはさまざまなゲームに挑戦し、レバンガのブースターを楽しませました。目隠しをして気配を頼りに敵を倒す気配斬りでは、櫻井選手が折茂社長に向けて渾身のフルスイング。これは惜しくも空を振ります。すごい。スローで見ると面白い。動揺する折茂社長に向けてもう一発。見事命中。レバンガの歴史を築いてきた2人が体を張って会場を沸かせ、最後はファンと共にハイタッチで幕を閉じました。僕はもうやりきった感がいっぱいなんですけど、まだまだこう応援したいと思ってもらえたりっていう、まあ、そういうコメントももらったので、なんか嬉しかったですね。まだまだこう思ってもらえてるっていうのは、はい、